はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、今回、ディストリクトゼロの方ですね。モッドの方をやっていきたいと思います。7日目のね、朝になりました。ついに7日目の朝です。7日目のだって。はい、ということで、フェラルフォードのなんか準備を今日はしようかなと思って、やっていきましょうか。うん。この間動画でも言ってたように、隣の建物でやろうかなと、実は思っております。こっちね。これね、サルーン。サルーンでやろうかなと、思ってるんですが、まあいろいろちょっと直さなきゃいけ、直さなきゃというか、いじらなきゃいけないとこがあるので、まあその辺いじりながらちょっとやっていきましょうかね。まあ一応言ってたように、ゾンビさん、ゾンビってかロボットか、ロボット、敵の人たちにはここから上がってきてもらって、これをぐるーっとこう回って、まあここで、私ここに立って迎え撃つみたいな、感じにしようかなと思ってるので、まあ、まずは掃除からしますか。この辺ちょっと、だいぶ散らかって、これ取れるんだっけ？あ、取れるのか。この辺ちょっとだいぶ散らかってるんでね、片付けていきましょうか。取れるのいいね。これも取れるんだ。でもまあ、一発で倒れるんだな。倒しちゃった方がいいか。よし。まあ、とりあえず片付けて、あとなんか屋根に穴開いてたよね。あそこか。あの穴塞がなきゃいけないな。上からね、来られても困るからね。あ、そうか。外に階段があるから、階段もちょっと潰したいね。上がれないようにね。ここがちょっと狭いような気もするけどな。まあいいか。どんな敵が来るのかわかんないからね。だから、この間も言ってたけどさ、でかいの来られたら、ちょっと困るなという気がするのと、ここ通れないような気がするな。まあいいか。あとこれ木造だよね、多分ね。木造だから、まあ崩壊することはないと思うけど、木造だから壊れちゃうかもしんないね。どうなってんだっけ。どうなってんのか忘れたな。3階に上がって、あ、ここか。ここが下とつながってんのか。ああ、そうだね。ここ、私、そこに立ちますって言ってた場所がそこだな。ちゅうことは、この穴は埋めるか？埋めるかな？緊急脱出用にするか。脱出用にしようか？まあ、ここは多分、これを壊しちゃえば、はしご壊しちゃえばいいよね。多分ね。じゃあ、ちょっと待って。はしご、階段壊そう。よっしゃ、まあこんな感じでしょう。ここまで壊したら上がれないでしょ。このちょろっと出てるのも壊したけどね。で、これでまあ多分上がれなくなるでしょう。そしてここの扉はちゃんと通れるのかどうかが若干怪しいっちゃ怪しいけどね。まああとここが通れるのかどうかも若干怪しいといえば怪しいけど、まあまあいいか。まあいいか。高さはあるんで、木持ってた？木、そうか。持ってるな。214。まあ足止めしたいんで、これも、足止めしたいから、どうしようかな。半ブロックにする。あ、置けないんだ。あ、手すりがあるからね。そうか、手すりがあるから置けないんだ。手すり邪魔だね。手すり壊すか。いや、置きたいとこだけ壊せばいいか。よっしゃ。置きたいとこだけ壊して、まあ、ここにじゃあ半ブロック置きましょうか。いつ、あ、間違えた。いつもの半ブロック置いて、で、ダクトにするか。それでちょっとだいぶ足止めになるでしょ。多分。よいしょ。あ、ないじゃん、ダクト。お気に入りじゃないのか。こうか。あ、出た、出た。これでだいぶ多分足止めにはなるでしょ。こうで。ね。まあ、一個でいいでしょ。あ、これを何個か置くか。あ、ここちょうど空いてるね。ここ空いてるんで、何ブロック ?1、2、3、4か。4、ああ、いいね、いいね。ここも壊すか、じゃあ。ここも壊して、
ここも壊して、じゃあここを置いて、ここまたハンブルクにするか。お気に入り、あ、これがあるから。あ、しまった、今お気に入りにしとけばよかった。まあいいか。こう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 しよう。うん。で、なんで、まあ、この辺か。この辺、ここ、どうしよう。俺、ここに立つんで、この辺最終戦にしようかな。ここに、簡単に壊れるかな。あ、壊れるね。じゃあ、ここも壊しちゃうか。ここも壊しちゃって。ま、なんかドアでもつけるかな。あ、いいか、いいか。なんか落ちたぞ。なんか落ちたぞ。ドア作れるかな。ちょっとドアを作り、これいいよね。両開きドアにしようかな。両開きドアって枠あんのかな。あ、枠、うん、あるか。あ、ないか。あ、両開きドアにしようかな。あ、こっち入れないんだっけ。ちょっと何が作れるかよく素材とか分かってないんで、ちょっと確認しましょうかね。私は一体何が作れるんでしょうか。はい、まあ、ワークベンチで見ましょうか。木製ダブルドア作る。木製でいいでしょ、多分。木製で十分だと思う。鉄製も作れるかな。ドア。ドアで出る。シャッター付きドア。シャッター付きドアじゃねえ。ないね。扉で出る。鉄製ダブル。連鉄銃か。鉄製ダブルがちょっとバニラでも使ってたやつですね。この辺のね。鉄扉ね、連鉄だけで作れるやつね。意外とこれ5000とかっていう耐久値だったんで、連鉄作るか。粘土がないわ。粘土層焼いてなかった。粘土層を焼いてないので、これ3つあるから多分早いよね、焼けんのね。で、扉を作るのと、あとさっきフレアガンの弾が、フレアガンの弾作ったんで、これフレアガンは持ってきてるよね、俺。あ、持ってきてるね。オッケー。フレアガン使おう。フェラルフォードの時ね。普段は使わんけど。あ、オッケー。これで燃やすとして。あとなんか、罠は俺持ってないんだっけ。あ、罠バンドルは持ってないか。バニラか。ショットガンタレットとか持ってんのは。なんか作れるかな。トラップってどれだっけ。これか。あ、じゃあこれ車だ。ツール。なんかあるかな。ロボット砲台も持ってたっけ。持ってないような気がするな。爆弾があるだけか。あ、持ってる。タレットあるね。ロボット砲台か。攻撃させようか、ロボット砲台に。ロボット砲台の弾は？ロボット砲台を鉛使う。3か。鉛3も使うの？ここに27あるけどね。鉛3か。そうか。鉄じゃなくて鉛を使うのか。マジか。140じゃちょっとバランス的には良くないけどな。微妙ですな。微妙だな。これをさ、使う銃ってどうなってんだろうね。これ何で、ショットガンエナジーセル、ファイヤーアーム、ショットガン作れんのかな。でもここに出てこないから作れないよね、多分ね。ショットガン、あ、この辺ですね。
フュージョンショットガン、レーザーショットガン、プラズマショットガン、この辺だな多分ね。この辺ですな。ということはショットガンの本をちょこっと読めばいいだけなんじゃないの本当は。ね、今5だけど2連ショットガン、あーまあそのちょこっとがないけどねちょこっと読むものがないけどね。よいしょ。でさ、連鉄、じゃあ20ぐらい作れる？あ、作れるね。連鉄20ぐらい作って、ちょっと、わ、武器が欲しいとこだけどな。鉛か。鉛、バッテリー解体したら鉛になるか。バッテリー持ってるかな？あ、持ってるね。バッテリーこんなん、ちょっと2個ぐらい解体しよう。1個、何本？ 120、あ、まあまあだね。2個解体しようか。240だ。バッテリーってね、そんな何個もあってもしょうがないよね。結構取れるしね。結構取れるくせに何個もあってもしょうがないからな。じゃあ、これで何個作れるんだ？ショットガンじゃなくて、これか。AP 弾も作れるの？あ、鉄がいるのか。まあ、とりあえずこれでいいでしょう。効くのかな？ロボット相手に、ロボットフォーこんな弾がね、機械相手にね。まあでもとりあえず作ってみるか。49。ああ、そうか、49。89はもっと欲しいとこだね。何発入るんだろう、これ。何発入るの、これ。あ、待って。初弦見たら出るか。弾倉サイズ61。あ、まあまあ、61だったらいいか。一回リロードしたら OK だ。これ修理は何で修理するの？修理キットか。修理キット3しかないけど、まあでも直した方がいいな。直しとこう。ちゃんと。壊れちゃうかもしれないからね。あ、OKOKOK。じゃこれ設置するとしても、もうちょっとなんか置きたいとこだけどね。お金あったっけ？お金はなんか買いに行くか。なんか罠買いに行くか。ねえ。フレアガン、フレアガン持ってたら間違って撃っちゃうから持ってちゃダメだな。なんか買おう。何がいいかな。この間はだから、バニラの時は、最初のね、一発目のバニラの時は、トラップを、電流ポストか、電流ポストを買ったんだけど、電流ポストを買うには、電源も買わなきゃいけないから、ちょっとね、お金かかるんだよな。よいしょ。品揃えが少なすぎる。何も売ってないじゃん。マジか。何もないやないか、お前とこ。ねえ、せっかくお金持ったから本でも買っておくか。本当何も売ってないね、君のところはね。君のところに限らずだけど。ねえ。待って、これ、ショットガンメサイアの工場を、ショットガンメサイアの工場を襲撃するという手もあるんだけど、どう思いますか？ショットガンメサイアの工場を襲撃して、まあでも、襲撃したところでそんなにいいものがあるかっていうと、そうでもないんだけどね。クエストで行くんだったらクエスト報酬が期待できるから、まあいいんですけど、そのまま行ってもな、あんまり大したものは手に入らないような気もするんだけど、この辺が出来上がったら、で、いや、次回、じゃあ行くか、次回。時間あるかな？あ、できた、できた、89発。で、一応リロードして、バコンと。89ね。はい、OK、OK。まあ、これで設置するとして、あと扉を作りたいので、だんだん、バケツじゃないよ。シャッターじゃないな。鉄道はダブル作って。で、あ、待って、これ巣じゃ作れないのかな。ワークベンチじゃないと作れないのか。作れるよね。ちょっと待って。これちょっと一旦キャンセルして。巣でも作れるんじゃないの。あ、作れる。鉄道はダブル作って。よし、向こう行こう。もうちょっとあの穴広げないとダメだね。穴を広げないとダメだけど、もう、
あとな、せき止めるのになんかせき止めるものが必要だな。ここを通ってきちゃうっていう手もある可能性もあるここになんか置きたいな。あ、こ、待って、これ回せないんだよね。向こう向きに置けないんだよな、これな。ジャンプ置きか。ジャンプ置き。こういう感じか。うん。で、ここがちょっと、ここ自由すぎるね、ちょっとね。ここが自由すぎるな。ここなんかしたい気はするな。一箇所に集めるような感じにする。ここも壊すか。ここも壊して、わかった、わかった、ちょっと待ってよ。よっしゃ、これでどう？これでとりあえず、ここしか通れなくなったでしょ？で、パパパパって来た人はここしか通れないんで、ここにまたあれ置くか。ここにまたこれ置くか。で、これ置いて、で、これも置いて、あ、待って、向き足が。これ置いて、これ置いて、ね。で、こいつに打ってもらって、まあ、俺も打つけど、みたいな。私も打ちますが、うん。で、ここに扉つけるか。もう OK？ で、できた扉がこれか。回して、あ、向こうにヘリがあるから、乗ってくるかな。乗ってくるかもしれないけどな。嘘。それつくのか。あ、つくのか、これでも。あ、じゃあこれでいいか。これだったら乗れないか。あー、そうかそうか。まあ、そんぐらい扉を落とすことは不可能になったけどね。もともとでも落とせないか。もともと落とせないんで、まあこうしといて、ここになんかバーでも通すか。銃が通らないと困るんで、格子にしましょうか。格子で、格子、まあこれはいらんか。格子つけて、格子つけて、ああ、そうか、ここじゃダメか。これじゃダメだな。これじゃあいかんな。反対向きだな。反対、こっち向きか。こっち向きにして、で、バー。バー作って、いつものバーにして、まあこれでいいか。こうするか。ここはさすがに置けないか。誰が来たの。え、待って、なんか銃、重そうな音がしてる。すごい重そうな音がしてるぞ。あ、なんか強そうなの来た。何お前、重装備じゃんこいつ。なかなか、あ、何お散歩。あ、いっぱい来たけど。あ、何プレデターみたいな顔のやつ来た。なんだ、おいおい、どうした、強えな。まあまあ強いね。ドローン飛んでるけど、すごい重そうな。こいつめっちゃ重そう。え、待って。ドローンいっぱい飛んでるけど。プレデターみたいなやつ来た。ちょっと多分弾使いたくないけど、こんなやつ殴って効くのか。あ、まあ、全然効かねえ。全然効かないぞ。なんだこいつ。
こんなの倒せないやろ。倒せないよ、こんなの。お前はまあ倒せるとしても。ドローンがめっちゃ溜まって、ドローンめっちゃ溜まってきたけど。こいつはでも攻撃してこないんだよね。撃ったら攻撃してくるんだけど、攻撃しなければ多分大丈夫。呼ぶのかな？ドローン呼ぶんか？あ、どっか行ったぞ。あ、いるいる。こいつよ、呼んじゃったりする？倒した。倒した。意外とでかいな、ドローン。意外とでかいんだね。倒したわ、なんか。まあいいか。倒した、倒した。うん。上がってくるか見てみてもよかったけどね。あいつらが。あいつらちゃんと上がってくるのかどうか確認してもよかったけどね。よいしょ。よいしょ、あれ？よいしょ。よいしょ。何してたっけ？あ、バーが作れない。あ、ダメじゃん。こっち来て来れなくなっちゃうんだよ。行けなくなってんじゃん、俺。こっちから、あ、動いちゃった。あ、動いちゃった。こっちから、まあ、あそこに、こう。うん。で、行けなくなったから上から行くしかないんだよね、私はね。ここにはしごつけるか。で、はしごをつけて。あ、間違えた。こんな感じで。で、上から、あれ？頭ぶつかる。あれ？あ、いけるか。あー。階段だからちょっと当たり判定が微妙なんだね。はい。で、こっから行くと。あ、いいんじゃない？これで。もうこれで十分のような気がする。個人的には。これ強化しなきゃいけないけど。あ、こっちの方まで行くとアイスが、あ、お辞儀したのか。タレットが動かないか。この辺まで行けば行けるか。あと、ここを乗ってくるやつは多分いないと思う。ドローンが飛んでくるかな。緊急脱出口を作んなきゃいけない。こっから出るか。緊急脱出。緊急脱出を作るか。よっしゃ。で、ここには出れるでしょ？こっから向こうまで行けるかな？こっから向こうまで渡すのはちょっと無理があるか？どこに、あ、ここになるんだ。あー、そういう感じか。ははー。ここだな、じゃあ。この上に行きたい。あ、いいね、いいね。そこがいいな。この限界か。ここ限界だ。あれ？じゃあ、こっから。あ、ずれてた。一個ずれてる。一個ずれてる。そうか。そうか。際どいね。際どいぞ。これは、なかなか。柱、ああ、微妙すぎるな。これでも上がれちゃうんじゃないのか。上がれないか。上がれそうだけど、上がれるな。上がれちゃうね、これね。あ、上がれるな、これ。あ、こんなとこまで上がれる。あ、上がれるね。上まで来れるじゃん、これ。まず上まで来れることが判明してしまった。そうなんだ。あ、そうなんだ。なんか上がれそうだなという気はした。こいつが邪魔だね。こいつ邪魔だな。これ壊すか。あ、待って、これ取れるな。ダメージ与えたら取れないかも。気になるな。気になるね。
ここの柱を壊すと瓶ポストも壊して、もったいないけど、なんかもったいない気がするけど、これも壊して、柱壊してなんかすごいすごいでかいドローンが来たんだけど静かに何の音もなく、何の音もなく、で超でかいよこれ。これなかなかでかいぞこれ。ドローンというより宇宙船みたいな宇宙船みたいなでかさがあるけど、え、乗りたいなこれ。乗れんのかなまあ、ほっとくか。でそれよりこれなんで落ちないのか謎なんだけど、この柱はなぜ落ちないんだ。ここまで来て、ここまで来たのにさ、この柱落ちないんだけど、なんで、どこに乗ってんのこれ。あ、落ちた落ちた。何どこに乗ってたのそれどこに引っかかってたのか、めちゃめちゃ謎なんだけど。ええって感じだな。これはどこにつながってんの、窓につながってんの、この窓か。これなくなったら落ちる。あ、落ちた落ちた。窓、あ、そうか、窓に、窓で保持してたんだ。なるほどね。よし。めちゃくちゃドローンに偵察されてるんだけど。しかも割とでかいのに。でかいよね。見て、あの影。あの影の大きさを見て。結構でかいよ、これ。車ぐらいあるんじゃない？普通に。普通になんか、あれよりはちょっとちっちゃいかもしれない。普通に自動車ぐらいのサイズあるんじゃないか、あれ。で、これこっちまで行けるんでしょうか。こう。あ、看板が、そうか、あれ字が書いてあるからね。看板の字をなんとかしたいな。で、こっちから一応行けるから、こうだね。このカフェっていう、俺乗っても崩れないよね。崩れない。OK。ここ緊急脱出しよう、こっちに。あ、ここじゃないな。ここか。うん。ここに、いざなったらこっちに逃げる。スタミナ切れ。スタミナが意外とスタミナないな、こいつ。で、これで一応上がれるよね。上がれるね。ここでも、ここにもなんか一個作るか。迎撃ギミックを。迎撃ギミック一個作って、なんでそんなスタミナないって言ったの？お腹空いてるから？ご飯がね、まだね、いまいちなんだよね。食いすぎかな。料理の本もっと読まなきゃいけない。ちょっと待って、玉石とか持ってたかな、これ。玉石強化したいね。じゃん。656か。まあ、これでちょっとぐらいいけるでしょ。強化するための斧。シャキン。久しぶりに持った石斧。じゃあ、石斧強化して、よいしょと。まずこっちからだね、強化するならね。間違えた。よっしゃ、できた。めちゃくちゃ、相変わらずめちゃくちゃ簡単だけど作った。もうこれでいいでしょ。これでいいでしょ、ダメかな。もういいんじゃね、これでも。これでいいんじゃねっていう気がするけど、こっからなんかいけそうな気がするんだけど、いけたりするかな。あ、いけるね。いけるな。こっからいけないようにしたいね。あ、でもロボットそんな、スパイダーがいないから、いないからって、スパイダー見たことないから、飛んでくるやついないかな。うん、まあここでじゃあ、フレアガンぶっ放して、こんだけ距離があったら自分燃えないでしょ。上がってきた人は、まあとりあえずここで引っかかるんで、一旦。ここに向けてフレアガンぶっ放して、抜けたやつ、まあここで引っかかるんで、ここにもぶっ放して、
ぶっ放さなくてもいいか。まあ基本ここで、これでいけるような気がするけどな。この迎撃で。で、ドア開けて、死にそうになったら、溜まってきたらドア開けて、あいつも撃ってくれ。あいつをリロードできないな、ロボット砲台が。ロボット砲台リロードできないのがちょっと残念だけどね。まあいつ飾りだな。ほぼほぼ飾りですね、あいつはね。うん。あとは AK の弾があんまり持ってないから、それがちょっと心配かな。それぐらいかな。何時 ?13 時か。まあそんなとこかな。まあこれなんとかなるでしょ。で、あ、そうそう、忘れてた。こっちも強化しなきゃ。こっちも強化して、で、できれば向こうにも迎撃ポイントをもう一個作りたいね。これ強化して崩れたりしないだろうな。強化してるうちにさ、崩れることあるよね。なんか、ないっすか?俺よくあるんだけど。強化する順番間違えるとさ、崩れちゃうみたいな。ええまあいいか。今強化したよね。強化したよね。だよね。なってるよね。なってるよね。なんか。たまにあるよね。そういうのね。たまにそうやっておかしくなることあるんだよな。ここも一応玉石何個ある？ 500。ここは玉石じゃなくてもいいか。でも、これを叩くかもしんないからな。一応強化しよっか。ここはちょっとコンクリートにしときたいね。コンクリートミックスがあったので。103しかない。93。ここも一応コンクリートにしよっか。うん。このね、1ブロックでもゾンビ入ってくるからね、今はね。残念ながら。今までは1ブロック通れなかったけどさ、今普通に入ってくるからな。自分入れないのに。奴らは入ってくるからな。よし、まあでもこれでいいわ、別に。これでなんとかなるでしょ。あとちょっと弾とかを増やしたいから。今時間ある?弾とか増やしたいから、なんかどっかの探索に行って拾ってくるのはありだけどね。まあその辺はまた考えておきましょう。はい。ということで、とりあえず、あのでかいドローンどこ行った?あ、まだいるな。とりあえず今日はこの辺にしときましょうか。向こうで、ちゃ。まだ。ここに拠点作らない。ここに迎撃ポイント1個作ろうと思ってたんだ、さっき。ここでもうなんかできるように、この看板邪魔だね。これ取れるんかな?取れるのか。取れるのめっちゃ便利だね。ここ穴開いてるけどな。まあ、こうして、1、2、3、4。どこ?位置的にはこの辺?結構高いな。結構高いね。これぐらいになっちゃうか。いや、もっとだな。もっとだね。そんなに高くなる。そんなに高くなっちゃう。結構な高さあるね。こうか。あ、この高さに。あ、でもここでへこんでる気にならん。へこんでるの気に入らんな。そうなるとこうなるのか。あ、なんか喋った。あ、近いね、君。めっちゃ近くに。まあいいか。まあ、へこんでもいいか。で、ここで、迎撃できるようにしようと思ったら?これが邪魔か。このトラック邪魔か。あ、こうなるか。あ、まあ、これでいいか。みんなこれぐらいなら上がれるでしょ。ここ来るでしょ。来ないかな。まあ来るでしょ。来るということにしとこう。で、めちゃめちゃ偵察されてるけどね、ドローンにね。で、ここでもまた、扉もう一個作れるよね。鉄扉ね。ここで扉つけて、あ、鉄扉ね。これまた作っとこう。もう一個、一応予備のために、
向こうがダメになって緊急避難してきた時のためにここにもう一個作っておきましょう。同じようなやつをね。はい、ということでドローンがめっちゃ警戒してるけど、まあいいか。あ、エアドロップ落ちてきたんだね。そういえばね、次回ちょっとまた時間あるんでエアドロップ取りに行って、でささっと行けるとこあったらちょっと探索して弾薬補充したいね。うん、ということで、じゃあ今回はこの辺にしておきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。おかみさんでございました。またね。